長沢東城は、富山県富山市府中町長沢にあった、日本の城、加老屋敷城、菅谷取出ともいう、無常山の山頂に築かれた山城である。飛行差は約70メートル。谷を挟んで西には、古市中国長沢西城がある。長沢西城を、長沢城、長沢東城を、長沢城の加老の屋敷とする意見もあるが、どちらかといえば、 長沢東城の方が全体的に高い位置にあり、長沢西城には狼縁台があるなど疑問点も残る。なお、富山市公式の埋蔵文化財放送地地図では、長沢東城を加老屋式城長沢西城を長沢城とし、菅谷砦を韓国城として、東城西城の北西にある別城と捉えている。ここは、 マスガタ港で他の遺構とは一線を画している。ちなみに、ここから下ったところには二つの屋敷跡がある。ここから入って最初の角が最も大きく東西約50メートル、南北約75メートル。周りを土塁と切り岸で防備している。その東にはここを見張る形で三角状の角が張り出しており、これを含めて都合な夏の車を有している。 築城者については判然とせず、誰かが長期的に拠点としたという記述も見受けられない。マス型タ古など大手口周辺の堅固な造りから戦国時代に築かれたのではないかとされている。自然公園に隣接していることもあり、散策路が設けられているなど整備されて、各ごとに現在位置を示す案内板がある。付近には、大塚、千房や埋石群や、 北の比叡山として、え後には、富山藩主の尊数も集めた格眼寺など、名所も多い。ありがとうございます。